はい、こんばんは。バンクーバーオリンピック大会15日目、スピードスケートの最終種目女子団体パシュートで日本が準決勝進出。この種目で初のメダル獲得まであと1勝です。1チーム4人のうち3人がレースに出場する団体パシュート、日本は最年少の高木がメンバーから外れます。そして田畑、穂積、小平が準々決勝の韓国戦に出場。日本はトリノオリンピックで4位と惜しくもメダルを逃していました。初のメダル獲得へ序盤韓国にリードを許しますが、ここから息の合った滑りを見せます。体力の消耗が激しい先頭の交代もスムーズに行い逆転に成功。韓国との差が 1.4 秒、韓国の3番手の選手が離れ始めました。あ、そうですね、3番目遅れました。日本は準決勝に進めばメダルに一歩近づきます。相手に勝てばいいこのパシュート種目、日本最後の直線に入る。余裕のレース運びで準々決勝勝ち抜きました。日本準決勝進出。日本は明日の準決勝でポーランドに勝てば銀メダル以上が確定します。相手に勝つことが重要だと思うので、メダルを狙って取るというよりはしっかり自分たちの冷静なレースができるようにやっていきたいなと思います。いつでも自分が行けるように準備だけはしっかりしていきたいと思っています。